ハローモアムジカですということで、本日公約をやっていきますけれども、来ましたね、情報解禁ということで、呪術廻戦コラボがですね、新しい情報を来てたんで、そちらを見ていきたいと思います。はい、ドンということでね、公式のツイッターの方にね、掲載されてましたということで、7月14日ですね、7月14日から、開始ということで、今週の日曜日か、日曜日0時なんで、まあ土曜日の深夜に来るって感じですかね。はい、はい、まあ珍しいパターンだね。まあ助かりますよ。はい、まあ土日なんでね。はい、で術式順天青、術式反転赤、挙式紫をモチーフした電動アイテム。ああなるほどっすね。で、リプライで、コメントして抽選で10名に1万円ギフということで、いやーでかいですね。はい、これリップも結構ね盛り上がってんじゃないですかね。はい、まあ、M4 か、そうそう、 M4 電動をね、まあ、武器はね M4 が来たということで、ちょっとねこちら見ていきたいと思いますけれども、はい、まあまあこれだけなんですけどねこれだけなんですけど、これは何なの、この、まあ、車2台と挙式紫赤の五条悟のなんだこれ、電動じゃあ電気自動車かな、無加減呪術の使い手。ああそういうことか。なんかこれで車2台武器3個みたい出てるように見えるけど、まあ、実際は車1台と、ジュースキン1個っていうことは 2種類だけになるのかな、これ種類としては、まあ、とりあえず M4 が来ると、 M4 の5畳の電動が来ると。でこういう時のさ、なんかこの複数ある場合のさ電動って、これ全部電動っていいの、言っていいの、これまあ M4 は電動 M4 みたいな感じだけどさ、これ車に関しても電動車っていうの、これ一応ね、まあ、進撃の巨人もそうだったけど、まあ来ると、いやーいいですよ、 M4 欲しいな。まあ M4 はみんな使いますからね、まあ空母 M4 が来たら最高みたいな感じですよね。うん、で来ると、はい、なんでまあ今日の情報だとまあそんぐらいですかねで、あ、8分前になんか、あ、治療系銃か、 PP2000 だって、荒野初の回復&防御機能搭載、7月11日。あ、これはちょっと早めに出ますね。うん。回復しちゃうの？これでなんか結構ゲーム性変わるんじゃないですか？バズーカ。回復&防御機能。そんなに別に荒れてはないですね。これに関しては。はい。っていう感じですね。まあ、あとはまあ、この辺のスキンがね、ゲトウスグルのスキンとかが公開されてないんで、乙骨は今回ないかな、うん、この辺が公開されたらさらに、ま、日曜に向けて、ね、徐々に公開されていくと思います、はい、あ、これか、あれ、これも公開されてたんだ。でこの情報によると、あ、これ金券のあれか、5月15日、別にガチャのスケジュール書かれてるってわけじゃないのね、うん、いやー来ますね、五条 M4 がついに。呪術廻戦もね、本編はね、めちゃくちゃ盛り上がってるところなんでね、もうずっと追っかけてますよ、僕は。ということです。はい、もうなんか喋ることなくなってきましたけど、あ、そうだ、あとは僕のあのね、あの、別動画でプレゼント企画、こちらやってまして、で、こちらをね、まあ、日曜日にガチャ来るんで、日曜日に当選発表するね、スケジュールでちょっと動きたいなと、はい、思います。なんで、土曜日までに、応募していただいて、はい。でそこのコメント見て、判断するっていう、当選を発表するって感じです。はい、まあ、尺も余ってるんでまたねちょっとねお知らせしますと、この動画じゃなくてね、この動画じゃなくて、ここにダメですよ、コメントしても当選しないですからね。前の動画の、プレゼント企画の動画、まあ一応概要欄にリンク貼っときますけど、そちらの動画に、荒野名、サーバー名、荒野コード ID と一言メッセージ、その動画の中でね、キーワードとなる、話題を書いてますんで、その話題に関しての、答えを書いてもらうって感じです。はい、まあ何回も言いますけど、この動画ね、もうキッズとか書いちゃうからね、この動画のコメントじゃないんですよ、プレゼント動画、1個前のプレゼント動画のコメントに記載してくださいね。はい、一応説明するだけですからね。はい、はい、はい、なんでそれを書いてくださいって。で、まあ応募資格としては、まあ、コメント欄公開してる人ですね。このコメント欄ね、プレゼント当選した人に、ね、僕はコメントしたりするんでとか、まあ、荒れてないかっていうね、ちゃんと荒野コードやってるのかみたいなねところを見たいので、まあ、僕がね、お前が言うなって感じですけど、はい、そこを見るためにコメント欄は必ず公開してください。はい、
ルーレットとかで、ツールとかで当選してもコメント欄見れなかった時点でもう失格にしますんで、はい。でもコインを、もう当選のね、僕が支援するときに買ってないことですね。1分の11回しか買えないんで、コインはそのお得なコインが、はい、買ってない人とか、まあまあ、まあ、書いてある通りです。はい、この辺か見てください、はい、自分で、はい、って感じですね。で今回5人ですね、5人に配せ、いつも 3人なんですけど、まあまあ大型コラボっていうことで、こっちも太っ腹で出しちゃうみたいな感じで、まあコインね、高くしないでくださいよ、ね、高くしないでください、公約行動運営さん、はい、ということで10枚確率5人の、はい、計50枚をプレゼントしたいと思います。で、2人はコメント欄から僕が見て、あこいついいこと言ってんなみたいな感じでコメントを見ながら選ぶ形で、残り3人はツールで選ぶんで、これはあのもうランダムでねピックアップするんで、今まで当選した人も当たるって感じです。はい、で稽古に当たります。はい、っていう感じです。はい、こんなの初めて見ました。5周年と来たのね、うん、まあまあ久しぶりとか第3弾ですね。はい、ということです。なんかガチャないかな、ガチャコイン余ってないかな、なんかさっきもらったんだよな、そういえばガチャコインさっきもらったから、どれがこれか、俺のガチャコインが、いや俺これ金枠全然当たってねえんだ本当に。いやもう一回出たい、手榴弾しか当たってないからね。いやこれでドラゴン出ちゃったらちょっとやばいんじゃない。あオレンジ来た、オレンジ最後ラスト、あいい来ない、渋いっすね、渋いな。じゃあ あと7回引くと3コインもらえるか、あと7回引こうか、1、あこれ7枚ね、はいお願いします。はいはい、別に金は確定ってわけじゃないか、あ確定はどんぐらい溜まってんの、残り26回、あ全然だ、いやー来ないね。まあ金枠来たらドラゴン出ちゃったりなんかしちゃったりするんじゃないのこれね。 M4 だっけ、 M4A4 か、あれとかも欲しいな。全然金枠来ないな、全然金枠来ないな。1回、いやマジで来ない、いや終わったし、でそれで3枚ゲットしますと、はい、これで出てくれ、頼むよ。うわすごい出ない、すごいなんかもう出る感じがしないもん。うん、あラスト来るよ、ラスト来るよ、ラストお願いします。はいご覧ありがとうございました。はい、ということで、ジュース回線コラボ、今週の日曜日のね、0時に来るんで、ぜひ、みんなで弾きましょう！あ、プレゼント企画も応募してね！